ワンモーニングをお聞きの皆さん、さんゆうじさん、吉田明世さん。おはようございます。i. N. I. の後藤武です。田島翔吾です。よろしくお願いします。お願いします。朝六時台。今日も皆さん、お目覚めはいかがでしょうか。僕は毎朝。決まっていることがあってお。いいんですか。 僕は、ま、毎朝起きたらまず顔を洗って、うん、でその後日焼け止めを塗って朝洗濯物を干します布団を干しますねタケるいつも干してるよね <laughs> 見えてるんや俺は起きたら俺顔とか先洗わないで掃除うん、うん、割としちゃうかもなんか部屋の整理して布団もベッドメイキングしてからご飯食べてって感じがいつも 決まってるかもしれないい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 ねね部屋綺麗なな方が落ち着かないんだよ、ね、いいですね <laughs>、はい、それでは先月3日にリリースとなった僕たちのデビューシングル A からキリングパートをお聴きくださいキリングパートはもう本当に歩いてる時にポカポカした暖かい日晴れた時に聴きたくなるような,う、ね、なんかあったかい気持ちにな,ります、ね、なる曲ねいい曲ですねはい 皆さんもぜひお散歩の時とか朝起きてから聞いてみてください。聞いてみてください。以上 INI でした。した皆さん今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ワンモーニングをお聞きの皆さん、ユージさん、吉田明夫さん、さん改めましておはようございます。INI の田島翔吾です。後藤武です。さて、6時台では僕たちのモーニングルーティーンなんかについてお話ししたんですが。しましたね。 この時間は僕らのパワーフードについて話そうと思いますはいパワーフード、はい、パワーフード僕のパワーフードはですねサーモンとアボカドですあ、いいですねあの最近丼の器を買いまして、うん、なんか、うん、火使わずに簡単にご飯を作りたいなと思って洗、うん、い物も,も減るし、<laughs> でも美味しく作りたくて、うん、じゃそこでこれって思ったのがサーモンとアボカドなんですけど もう切ってのせるだけで本当に簡単に作れてそこに醤油とわさびかけてもうめちゃくちゃうまいです,いいです、ね、これ食べると本当に幸せな朝になるしめちゃめちゃ元気出ますね<朝>タケルは何かあるはい僕はもう毎日摂取しているものがあって僕はプロテインは飲むようにしています<ー>毎朝と夜にも飲んでるんですけど、うん 動物性のプロテインと植物性のプレンテインを混ぜてブレンドするんだブレンドして飲んでいます<ー>ちなみに味はバニラ味ですあ、どっちもバニラ味じゃんバニラ味とバニラ味いいバニラにしようダブルバニラ、ね、<laughs> うほうほうほほ皆さんのパワーフードはなんですか聞いてみたいねみんなにね。ねということで僕たちのパワーフードはプロテインとサーモンアボカドだったんですけれども 皆さんぜひ今日の朝ごはんにお昼ごはんに食べてみてくださいここまであえないでした,でした皆さん今日も元気に一日過ごしましょうせーのいってらっしゃいっ <laughs> ってらっしゃい